こんにちは、マスリパトロール隊です。いやー積もっちゃいました。久しぶりだ。久しぶりのね、パトロールになりますね、ね今日 ね冬になると治安が悪化しますからね。そうですね。で今日はですね、シズラーさんの、お呼ばれ企画ということで、お料理の、ね、紹介もしていきたいんですけど、新しい取り組みがあるということで、アメリカの料理を紹介していくという企画になって、ざっくり言うとですね、いつもと違う料理なんかも出てくるんで、紹介できたらなと思います。いや、必見でございますね。必見です。シズラーさん飽きさせないですね。そうですね、本当なんかもうただでさえ、ね、毎季節変わるんですよ。ですね、確かに。いつ来ても楽しいです。そう、いつ来てもなんか、あれ違う店かなっていうぐらいで。あ、わかりました。そんなにすか。今日はじゃあ他の、取材陣の方が来てるんで、なるべくおとなしくね。そうですね、はい、色が明らか違うと思いますので。そうですね、はい。まあ、ちょっと静かめでいきましょうか。そうですちょっと静かめで、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。1年かけてですね、フェアを実施します。なかなかもう今までシーズンごとのフェアをやってきたんですけど、1年かけた企画ものというのは今回シズラ30年の初めての企画になります。シズラ発祥の地アメリカのリージョナルですね、地方料理をテーマにしたフェアを、1年かけてやってます。ここにある写真がシズラアメリカが1958年にアメリカで1号店創業されています。それから日本には1991年に来て、ちょうど30年になるということでございます。でアメリカはやはり大きくて、気候や風土、食文化、本当に様々で、今回のフェアは大きくこの丸で囲った5つのリージョンで分けて紹介していきたいと思います。第1弾として、イースタンシーボードですね、アメリカの東海岸、そこからスタートします。大西洋に面しててロブスターとか水産物が豊富なことと、あとベリーが非常に、ブルーベリーですね。今ちょっと概要を聞きまして、こちらですね、このエリアに分けて1年を通していろんな料理を紹介していく。まあ、地域によって、やっぱり全部具材とか適した食材が違うということで、第一弾はここのアサリとかロブスター、あとはベリーとかそういう料理を第一弾として今日は食べるという。本物の、今回は、ブルックリン料理ということで、ニューヨークステーキなんかをね用意してるんですけど、ニューヨークスタイルっていうのは 3.5 センチ以上の肉の厚さ、見たことあります。自分の大胸筋でもだってきてるんですよ。 3.5 センチっつったらだいぶフライやり込んでますね。だから人間じゃ不可能ですからね、まず、はい、ね、そうですね、人間じゃ不可能。僕はね、もう早くアメリカンビスケットが食べたい。メープルかけて、メープルをね、びしゃびしゃにして食べたいんですよ。まあもちろんね、ステーキ、ロブスター、これにもしっかりご挨拶させてもらって。今日はもう現地はロブスターの色で決めてきた。今日はね、ロブスターレッドっていう、ロブスターレッドの、はい、これ着て食べるんで。はい、じゃあこちらがね、そのメニューになるんですけど、これがなんかサラダバーに追加されるメニューになります。これはね、穀物をいっぱい混ぜたそのアメリカのソウルフードサラダということで、その北部のね。でこれがあのフレッシュな、ほぼフレッシュなもの、あの火入れてないシャキシャキの野菜をメインにしたサラダ。これがリンゴとセロリ、セロリ、クルミ、これ多分ね相当フレッシュですね、究極の。でこれがイングランドチャウダー。これいつも自分飲んでたんですよ、実は。だけどさっき、そうだけど話聞いたらチャウダー感が足りないって意見があったそうなんですけど、今回はもうチャウダーを全面に押し出したチャウダーなんですから、はい。でこれはもうゲッチャが今日10個食べるっていう。これはね、もうゲッチャビスケット、これ直飲みするらしいですよ。これね、ちょっと量足りないかもしれない。レアチーズケーキに乗ってるこのブルーベリーが名産品ですから。ああ、これお店で作ってるんですか。あ、作ってるみたいですね。え、やばいの来ましたよ、これ。これ、来ましたね。これおもちゃじゃないですからね。あ、いい匂いしてくる、全然。ダブルバイ決めてるじゃないですか。これそうなんですか。でこれ一番美味しい食べ方は、もうスチームにかけて食べるという旨味が全然逃げない調理の仕方です。でこれがあのシュワちゃんの大胸筋ね。3.5 センチ以上。だいぶ身削ってますね。シュワちゃんグリーン。シュワちゃんグリーン。すげえ熱いっすね。じゃあこちら今試食ということで来まして、これはサラダバーのやつですね。これ豆いっぱい入ってる。コーンとね。うん、これは結構俺シズラ5年ぐらい通ってるけど初めてこの味が。初めてですか、うん、野菜とか果物入ってるサラダ。
うん、クルミのアクセントがいいですね。なかなかこういう風に、食べることって少ないと思うんで、まあ、すごい郷土料理っていうか、うまいですね。ラムチャーですね。うわ、この時期これはやばい。この時期温まりますよ。あ、ブルックリン故郷だったかなってちょっと一瞬思っちゃいました。ここで入った。テキサージャクソンちょっと。テキサージャクソン。テキサージャクソン。美味しいです。ラムチャー。じゃあ僕アメリカンビスケッツいきますね。ちょっとねメープルの量間違えまして、すごいですね。はい、覚えてます。じゃあちょっとお手手で、はい、うん、これはうまいですよ。メープルのでスコーンも本当にクッキーみたい。いつも食べるのはもっとなんかパン寄りかなっていう感じするんですけど、これもビスケットよりすごく美味しいです。これがやっぱ結構水分欲しくなるんで、それとクラムチャーこれとこれだ。ちょっとじゃあメープルからのクラムチャーでいきます。でメープルの味がなくなってくるんで、おお、うまいね。でアサリのねなんか味がすごい効いてるっす、これ。アサリというか魚介のすごく美味しいです。これだけでクリスマスセットって感じっすよ。確かに。ですね、カラー的にも赤と緑とさ、うん、これね、うん、時期的にもね、クリスマス、そう、ちょうどクリスマスかぶりますから、そうです、ね、大切な人とお越しください。お待ちしております。はい、しずら側ですか。はい、クルーです。ラクダもらってますから。まずはここのね根元、まずパキッとやっていただくと、そうするとここから分離して、ここもこの状態、この状態、上あごと下あごを分離していくと。ここで両方味噌がこれ入ってますので、はい、非常に食べやすいです。やっぱスチームなんで、あの旨味はもうね全く逃げてないと思いますんで、じゃあちょっと、じゃあちょっと贅沢食いしていいですか。いっちゃってください。このね身をねこれにつけて、あらららら、やっちゃった。でチョンチョンして、ちょっとチョンチョン。うわ、うまっ。乳製品のような ねっとりとした何ていう旨味っていうか、はい、これは無理っすね。いただきます。はい、プリップリ。あたちゃんここついてる、ついてる。あたちゃんかわいい。お家帰っても食べれるパターンのやつだ。あえて残して残して、ね、お家帰り。深い味がするね。うん、プリップリ。こんなロブスターこうやって丸ごと食べるのあー、ないでしょうね、庶民には。おいしい。うん、あの臭みもゼロですね。味噌の味で、しかも身も弾力があって普通に美味しいです。美味しい、うん、全部美味しいんですよね、しずらさんの出てくるものは。そうですね、本当そうですね。しずらさんを尊敬するのが素材ね、素材だけで勝負してるっていうか、もうなんかこれも素材なんで、ほぼ、うんうん、ごまかせないじゃないですか。いいですよね。ここはやっぱり、自分のお気に入りの部分でもあります。この厚さ見てください。これ見たこれ、あのルールは3センチ、ここが3センチなければ 3.5 センチないと、ファーストコール呼ばれない。待って、俺もこの厚み欲しい。あ、切実なやつだ。欲しいですね、これ。じゃあちょっと食べてみましょうか。じゃあいただきますね。うん、柔らか。めちゃくちゃ柔らかいです。で、旨味じゅわってきてます。アンガス牛ね、ご説明つけてます。で僕らね、そんな普段ね、やっぱヒレばっかり食べるんですけど、この時期だからこそ食べれるものがありますので、でけえ。うん、分厚い、めっちゃ濃厚。いい肉って肉の味するんですよ。ああ、本当肉の味ってこれだなっていう。なんで脂身もあるんですけど、そんなしつこくないですね。ないです。すごいさっぱりしてて、僕結構ね敏感ですからね、脂質に関しては。間違いない。でも全然なんかその気持ち悪い感じないですよ。サクってるんですよ。いっちゃいますよ。断面図いいっすね。これね。見えます？ねえ、すごい。
うん、あ、うまい。ステーキだけで勝負してるわけじゃないじゃないですか、シズラーさんって。でもステーキ屋さんのだけで勝負してるところよりうまい。ああ、そうですか、うん、超えちゃったさ、超えちゃった。この間行ったじゃないですか、ね、ニューヨークスタイルね、うん、それこそ有名なステーキさん行ったんですけど、それよりうまい。これ以上の言葉ないでしょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にまた新しい、はい、自分も長くシズラー来てますけど、本当に新しいメニュー、アメリカの、はい、なんかやっぱりクオリティ、一つ一つの具材のクオリティが高いので、なんかリンゴ一つ食べてもシャキシャキだし、なんかそういうところは本当にすごいな。そうですね、はい、どれか一つこう取ってもアメリカのを感じるように、ちょっと工夫しましたね、うん、素材からですね。なかなかこう紹介できる機会というか、はい、1回で終わんないんで、5回も。なるほど。練りに練った感じがすごい伝わりました。そうですね、ちょっとディープなところまで、深いところまで行こうと思います。で、今、第2弾、第3弾、それこそ本当素材集めてるんですけど、ね、期待していただきます。はい、もうワクワクしてます。はい、今後もね、普通にプライベートで自分も来ますし、仲間も連れてくると思う。ぜひ。はい、またどんどん広がればいいなと思います。よろしくお願いします。いただいてきました、はい、今回紹介したものに関しては1月31日までしか食べられませんので、で次は次の郷土料理またあるわけですよね。あります。これを1年に分けて5回、はい、でそこで、最後にプロクオリファイがあって誰がプロなのかっていう。つながってるんですか。楽しみです。今日これ今日これです。今日これです、はい、でこちらに行ったりいろんなところの郷土料理、はい、プロ契約あります。それプロカードですよね。それがこれプロカードです。欲しいな、僕もそれ出れます。出れます、出れます、出れます。最終的にあの服部さんのヘトジャッジでヘトジャッジ服部幸雄さん、はい、幸雄さん。まあ、とにかくね、そのまあとにかく名産というか、その地方によって適した食材で適した料理、うん、もうこれ歴史ですが料理は、はい、そういう今食べたものだそうです。じゃあ皆さんもね、この12日から食べられます。我々もしょっちゅう来てるんで、もしお会いすることがあったら声かけてください。今日もですね、あの3名ぐらい声かけていただいて、はい、本当ありがたいです、ね、はい、でこうやってねイベントがあれば呼んでいただいて、シズラさんに感謝感謝でございま す、はい、で最後のキャンディー食べた後マッスルグリルって書いておいてピンク色の丸いやつに、はい、間違いないですね。そしたらもうみんなハッピーですじゃあごちそうさまでしたということで、ごちそうさまでした、はいはい、じゃあまた。あ、じゃあ村田さん、村田さんどこ行ったんですか。村田さん食べちゃったよ。さっきの村田さん、じゃあシズラ来てみー。